はい、菊花賞予想結果報告ということで、チャンネル登録をお願いします。今日はね、今日っていうか先週の日曜日、菊花賞があって、それで、今回はね、あのトップ、一番人気がステラ・ベローチェ、吉田隼人、ね、これが一番人気だったんですけども、ね、あとレッド・ジェネシス、ね、川田、ね、この2頭でね。でもやっぱり、ちょっとねオッズ低かったですね。低かったというか、やっぱり本命不在っていう感じをまあひしひし感じるような、あのやばい雰囲気のね、菊花賞でしたね。で、結果ですけども1着3番タイトルホルダー、これがね、オーナーがね、勝つには逃げてそして最後に刺すみたいな感じでね、もうそのスタミナがね、まあ、非常に、期待持てるということで、実はもう菊花賞だけを目標で走って、鍛えてたって話ですね。で単勝4番人気800円とで、3番人気のね王速なんとかですよね。で、3着にはあの牝馬が来てしまったというね。これで結局222番人気が3連単ということで、馬単も5220円で、私の方のね、予想がタイトルホルダー、王速レース、この2点が、予想でね1点、馬単を1点的中という感じでね、捉えることができました。まあ、予想方法はね、私の場合今回はね、まあ、これ基本的にはちょっと予想通りに走ってくれないんですけども、まあなんとかこの王速レースとタイトルホルダーをね、なんとか、上に持ってくるようになんとかしたんで、でまあ、1点でね取ることができたと。もう一つは馬単、もう一つの予想では馬連を1点的中という形ですね。うん。で、あとな対戦理論っていうので、やってみたんですけども、私のね、これね、対戦理論っていうのは、うちの父親がね、考え出したやり方なんですけどね、まあ、産経新聞の、産経スポーツのね、予想陣なんかと結構仲良かったし、彼らにね、競馬を教えてやったりとかしてたぐらいで、記者たちにね、まあ、産経新聞の人気だったんだよ、うちの親父がね。まあ、だから、このね、対戦理論っていうのは当時、なかなかね、展開読みとかね、当時はなかったんですよね。で、うちの親父が対戦理論っていうのは、まあ、どういうのかというと、まあ、馬っていうのは人間と同じで、一度負けた相手には非常に苦手意識持つということで、その対戦を見ながらどっちが強いかっていう、そういうので見るやり方なんですけどね。まあでもそのやり方深くはちょっと話ができないですけど、一応ね、そのやり方でやると5等ボックスで的中という、まあそういう感じですね。まあ2倍には200% 以上のね、戻りはあったっていう感じですかね。今回はですね、本当に、1着2着大的中させてるんでね、ここのね動画にね、もう本当、いきなり3連発でね、下げ入れられちゃったんですけど、どうだ見たかっていうね、もう本当は俺は勝ち誇ってる感じで言ってるんですけど、もしね、どっちかっていうとね、予想入れていただきたいなっていうのがちょっと私からの望みですかね。盛り上がんないんでね、下げ出し系をしてパッといなくなられてもね、それよりちょっと自分の予想をポッと入れてもらった方がこっちとしては嬉しいかなって感じですね。
まあ、もともとあんまりね、予想の方には力入れてないんですよね。うん。予想よりね、夢のね、馬券ということで、まあ、馬券じゃない、夢のね、対決っていうのを見てるっていうのが、まあ、私のこの動画の、まあ、中心なんですけどね。まあ、もしよかったら、勝ち負けは別としてね、予想入れてくれたら嬉しいなっていう感じですね。はい。まあ、よかったらね、また、訪れていただきたいと。まあ、そういうことですね。では、次回天皇賞かな。うん。まあ、そっちの方も頑張って、あまりね、あれなんですけど、とりあえずですね、私ね、考えてるのは、プロじゃないんでね。基本的にはプロじゃないんで、完全的中とかそういうことじゃなくて、あまり、適当に予想してますんで、ね、まあ、あまり信じすぎずに、馬券は自分の自己責任でやっていただきたいという感じですね。僕はもうあんまり、そういう形で、ずっとやってきてるんで、やっぱり、ね、馬券買ってね、で俺のせいで外したなんて言われたらたまったもんじゃないんでね、そういうつもりは全然ないので、はい。その辺は、人の馬券はね、けなさずと。で、馬券はね、楽しむっていう、まあ、もともとね、競馬は、ヨーロッパでは上流階級の人がね、たしなむ、そういうものですからね。まあ、僕はもうそういう方向でやってますので、ぜひぜひ、予想を書き込んでいただいて、また、アイドルホースなんかの対決なんかのシミュレーションもまた引き続きやっていきたいと、まあ、そんな風に思っている次第です。では、グッドラックです。